どうもトラベルプランナーの橋本です。今回は海外旅行に持っていきたいモンベルのトラベルグッズベスト5を発表したいと思います。もしもね、日本に住んでいながらモンベルグッズをまだ買ったことのない方がいらっしゃったら、あなた損してます。最初に僕が考えるモンベルの優れた点3つを紹介します。良いところ1点目、まず安い。アウトドア専門ブランドとしては格安です。例えばゴアテックスのジャケットの値段。ゴアテックスというのは世界共通の規格で、水は通さないけれども水蒸気は通すというアウトドアにぴったりの素材があるんです。概してこのゴアテックスを使ったジャケットは高い。例えばノースフェイスで一番安いと思われるゴアテックスのジャケットは、クライムジャケット税込み33,000円。対してモンベルで最もリーズナブルなゴアテックスのジャケットは、メインダンサージャケット18,480円。安い。このようにですね、モンベルは良い機能を備えた製品は高くて当たり前なアウトドアの世界で、安くてしかも高性能という一石を投じ続けている、今や押しも押される日本を代表するようになったアウトドアブランドなんです。モンベルの優れている点2つ目、日本全国にある。モンベルは日本を代表する登山用品メーカーに関わらず、全国130の店舗を持つ日本最大級のチェーンなんですね。日本全国にあることが何がいいかというと、実際に触ったり試したりして他のアウトドアブランドと試したり、ユニクロなどと比較ができる。製品の細やかな違いや用途について店員と相談できる。中には型落ち品などアウトレットを扱っているお店もあるので、掘り出し物を見つける楽しみもある。モンベルの優れている点3つ目、修理。アウトドアグッズはモンベルといえども数万円するものも少なくはないです。とはいえアウトドアでハードで使うとジッパーが壊れたり布に穴が開いてしまうこともありますよね。そんな時にぜひ活用していただきたいのがモンベルの修理サービスです。日本のブランドであるモンベルですから、もちろん正規のパーツを使った修理ができます。もともと価格が安いモンベルですから、びっくりするほど修理代が高額になることもないですし、自然な仕上がりや修理期間が短いことも期待ができますよね。これは他の海外のアウトドアブランドには真似ができません。ちなみに他のブランドで修理に定評があるのはパタゴニアですが、パタゴニアは商品そのものが結構いいお値段してしまうのと、パタゴニアのサイトの修理のページにはこういう場合は修理ができませんということがずらっと書いてあるんですね。その点モンベルはそういった修理できませんという事例が書いてないので、僕はモンベルの心意気や意地を感じます。あとモンベルに修理を依頼する時のメリットって、店舗数が多いので店員さんに修理のことについて相談ができるんです。店員さんに実際そのものを見てもらうと、こういう感じに修理されますよって、大体の修理代金の相場や仕上がりがイメージできます。僕が修理をお願いする時って、大体が店舗に持って行って店員さんに修理できそうかどうかを確認してもらってますね。店舗で依頼する場合は修理の送料はかかりません。店舗に行くのが面倒な場合は商品をカスタマーサービスに送ることもできるんですけど、万が一修理ができなかった場合の送料など考えるとちょっと嫌ですよね。なので実際その修理したいものを見てもらえるのが店舗数が多いモンベルならではのメリットです。結論から言うと、3万円以上するような高級品でハードにガシガシ使いたい方は、アフターケアがピカイチなモンベルで購入することをお勧めします。一方でモンベルのここだけは改善してほしいという点もあります。それはデザイン。これはね、ちょっと他のパタゴニアとかノースフェイスと比べるとやぼったいんですよね。やぼったさも一周回れば LLB みたいにちょっと可愛らしく見えたりもするんですけど、一周回ってないんですよね。180度ぐらい。僕も防水のジャケットを買うときに最初モンベルを第一候補に考えていたんですけど、ノースとかマムートとかを見ているうちに早々にモンベルは候補から外れてしまいました。モンベルのジャケットは機能性や価格面から言うと文句はないんですけど、やっぱりデザイン性で購入意欲をそがれることが少なくはないです。といっても2018年のクレイジージャーニーでタッキーがバヌアツに旅行してる際にモンベルのジャケットを愛用していたので、最終的には着る人によるというと身も蓋もないですけど、まあ実際にモンベルの製品を着てみて自分なりにしっくりきたら、機能性と価格面では他のブランドが追随できないほど先に行ってるので、買わない理由はないと思います。はい、ここからが本番です。旅行に持っていくべきモンベルのトラベルグッズ第5位、モンベルの傘です。海外旅行に傘を持っていく人は多くはないかもしれません。実は僕も傘は持っていかない派でした。いざとなれば現地で傘やカッパを買えばいいやと思ってたんです。でもある時期から現地で買った傘やカッパを捨てるのが忍びなくなってきて、ちょっと環境のことを意識するようになっちゃったんですよ。それで壊れない使い捨てにならない折りたたみ傘を探していたところ、評判が良かったのがこのトレッキングアンブレラです。実際に使ってみてわかるんですけど、
非常に軽くて丈夫なんですよ。生地は軽量で引き先強度のあるリップストップ、骨組みは軽さと強度を備えたカーボン製となっています。一見するとそこまで丈夫なように見えないのですが、使い捨てのビニール傘が裏返っちゃうような強風の時でも耐えてくれます。しかも驚きの軽さなんですよ。ユニクロにも人気の折りたたみ傘が売っていますが、ユニクロの折りたたみ傘の重量は 257g、 一方このトレッキングアンブレラはサイズは同じなのに 150g と、なんと 100g も軽いんです。そしてなんと劣るべきことに、モンベルにはこれよりもさらに軽い 86g の折りたたみ傘トラベルアンブレラもあります。ただ単に軽いだけでしょって思われるかもしれないのですが、軽いと圧倒的に持っていく時の迷うストレスがないんです。傘を持ってることを意識させないぐらい軽いので、ちょっと外出するっていう時にもカバンに入れたままにできます。これだけ軽くて丈夫なので、旅行先ではもちろん日常的にもよく使ってます。ただし価格は傘といえども結構高いです。トラベルアンブレラ税込み5720円。でも使い捨て傘がお家に10本溜まるよりは、これ1本の方がはるかに価値があるものだと思います。それに万が一傘が壊れても、モンベルならではの修理サービスがありますから、使い方によっては半永久的に使えます。ほとんど毎日持ち運ぶものなので、この軽くて丈夫なモンベルの傘をおすすめします。旅行に持っていくべきモンベルのトラベルグッズ第4位、ウィックロンの T シャツです。この T シャツの良い点は速乾性と着心地。皆さん旅行に行くときってどんな T シャツを選んでいきますか？素材って意識されますか？1週間以上の長めの旅行に行くよっていう方は、自分で洋服を選択するっていう方も多いと思うんですよね。その時に困るのが生乾き問題。僕もね、インドに旅行した時に、インドは暑いから夜中干しとけば乾くべえと思ってズボンを選択してパンツ一丁で寝たことがあるんですけど、結果翌朝でも乾いてなくて、お尻にパンツの生地がぴったりくっついてるのを感じながら旅を続けた苦い経験があります。要は綿素材コットンは乾きにくいしシワになりやすいので、旅行にはあんまり向いていないんですよ。吸水性の高いコットンに対して乾きやすいのが、そうポリエステルです。化学繊維ですよね。ポリエステルは汗を吸収せず重くなりにくいので、スポーツウェアなどに向いています。ただ 100% ポリエステルだと光沢があって、マチギ、いわゆるタウンウェアにはあんまり向いてないとされています。その点モンベルが開発した素材、このウィクロンは見た目はコットンのようなナチュラルな風合いを保ちながら 100% ポリエステルなので、乾きやすさとシワのなりにくさはそのままです。似たような商品でユニクロのエアリズムコットンがありますが、エアリズムコットンは 71% が綿、 25% がポリエステル、 4% がポリウレタン。なので機能性で言えば 100% ポリエステルのウィクロンに軍配が上がります。ここまで褒めてきましたが、ここでまた一言加えたいのがモンベルのデザイン問題。モンベルのウィクロンってたくさんデザインがあるんですけど、これはっていういいデザインがないのが難点です。まだマシなのがこういったワンポイントロゴのTシャツかな。無地のデザインとかあればいいんですけど、ないんですよね。ちなみにこちらは税込みで2420円となっています。旅行に持っていくべきモンベルのトラベルグッズ第3位、クリマプラス100キャンプシューズです。このキャンプシューズはもともと山小屋で使われる想定で作られた商品なんですけど、僕は飛行機に乗っている時や現地のホテルでよく使っています。特に飛行機の中って足元から冷えるじゃないですか。かといって靴を履いたままだと足がパンパンにむくんじゃうんで、機内持ち込み用の手荷物にこのシューズを入れております。このキャンプシューズのいいところは、まずくるぶしまでカバーしていて、そしてクリマプラスというモンベルが開発したフリース素材を使っているので、まずあったかいんです。さらにこのように折りたためて軽いです。 100g ぐらいです。汚れたら気軽に洗濯機に入れて丸洗いもできます。飛行機の中でもスリッパを配る航空会社はありますが、機内で配られるスリッパってあんまりサイズが合ってなくてすぐ脱げたりしますよね。その点このキャンプシューズは脱げることがまずないので、これを買ってからは機内でスリッパを履くことはなくなりました。なんなら乗り継ぎの時も荷物検査の時に靴を脱ぐのが億劫なので、このキャンプシューズのまま空港の中を移動したことも何度もあります。ちなみにこちらは税込み2970円になっています。旅行に持っていくべきモンベルのトラベルグッズ第2位はモンベルの保湿性のあるインナーです。こちらがクルーネックで、こちらがタイツになっています。これをご覧になっている皆さんは、もしかしたらあったかいインナーが欲しいなと思っている時期かもしれません。もしあったかいインナーを検討中だったら、このモンベルのインナーも候補に含めていただけるといいんじゃないかなと思っています。まず前提として、モンベルのインナーは登山用の本格的なギアなので、生死を分けるような過酷な状況でも耐えられる商品になっています。そのためユニクロのヒートテックなど普段用の保温インナーと機能性は格段の差があると思っています。その分随分値段も高いんですけどね。
モンベルの保温インナーで代表的な素材は2つあります。1つ目はジオライン。ジオラインとはモンベルが開発した 100% ポリエステルの素材で、速乾性や保温効果、そして抗菌防臭効果に優れています。2つ目がメリノウールです。こちらは天然素材で、ジオラインと同じく保温性防臭効果に優れていますが、天然素材ゆえ速乾性はありません。代わりに吸水発熱性といって、汗を吸収して発熱する効果もあります。この2つを比較すると、暖かさで言えばメリノウールの方が発熱作用があるので暖かいです。ただし吸水性がありますので、寒いところと暖かい場所を行き来する場合は汗冷えの原因になりますので、速乾性のあるジオラインの方がおすすめです。ちなみに僕、ユニクロのヒートテックが大好きなのは以前の動画で紹介した通りなんですけど、ヒートテックで唯一気に入らない点があって、極暖とか超極暖とかってあるじゃないですか。暖かくなるにつれて生地が分厚くなるんですよね。生地が分厚くて暖かくなるのは当然だと思っちゃったんですけど、そんな時にモンベルのこのメリノウールジオラインを発見して着てみたら、薄さは普通のヒートテック並みなんですが、暖かさは極暖や超極暖並みにあったかいんです。なので寒がりだけどあんまり厚着をしたくない方は、このモンベルのジオラインあるいはメリノウールをおすすめします。特に冬のヨーロッパは日本と比べても寒いので、何枚か持っていると安心です。ちなみに価格ですが、ジオラインエクスペディションラウンドネックシャツは税込み6076円、ジオラインエクスペディションタイツが税込み5762円となっています。メリノウールのシャツもタイツも同じ価格帯となっています。とうとう来てしまいました。旅行に持っていくべきモンベルのトラベルグッズ第1位、メリノウールトレッキングソックスです。特に冬のヨーロッパやアメリカ、あるいは標高の高いところは東京と比較にならないほど寒いことって多いですよね。僕、雪国育ちなので一般的な方よりはある程度寒さに慣れてると思うんですけど、それでも世界では日本の防寒グッズでは対応できないものもあります。今ではユニクロのダウンやインナーなどがあってリーズナブルに防寒グッズが手に入るようになりましたけど、足元だけはねどうにもならないんですよね。一応ユニクロでも防寒用の靴下は売ってるんですけど、期待した以上に暖かくなくて生地もすぐボロボロになっちゃうので、ほとんど使い物になりませんでした。そんな時に見つけたのがモンベルのメリノウールトレッキングソックス。さすがは登山家でも使うモンベルだけあって機能性は抜群です。まず保温性がやばい。足元が包まれているような優しい暖かさです。これをね一回履いちゃうと冬はやめられないですよ。しかも素材が丈夫なのでガシガシ歩いても生地が傷みにくいのも嬉しいです。ちなみに私5本指が好きなんで5本指ソックスを持ってきてるんですけど、普通のソックスもありますので安心してください。このメリノウールトレッキングソックスはかなり厚手なので、皆さんが履く靴によってはもしかしたらサイズ感が合わないこともあるかもしれません。そんな場合は少し薄手のこちらのメリノウールトラベルソックスをおすすめします。こちらは先ほどのメリノウールトレッキングソックスの 101g に対して 66g と非常に軽いので、ローカットのスニーカーなどでも合わせやすいと思います。ちなみに厚みを比べるとこんな感じに違うのがお分かりになりますか？結構違いますよね。お値段ですが、こちらのメリノウールトレッキングソックスが1980円、メリノウールトラベルソックスが1320円。まあ、靴下と考えればかなり高いんですけど、防寒グッズとして考えればこの快適さを得られればそこまで高くはないのかなと思っています。最後までご覧いただきましてありがとうございます。今回は僕がモンベルをおすすめする理由と海外旅行に持っていきたいトラベルグッズベスト5を紹介しました。ぜひね、皆さんもおすすめのモンベルグッズがあったら僕に教えてください。いや、モンベルのこの製品よりもこっちのこの製品の方が絶対おすすめだよっていうのがあったら、そういったコメントも待っています。この動画を見てモンベルの商品を買いたくなったな、試したくなったなっていう方がいらっしゃったら、高評価またはチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。モンベル製品を少しでも安く買いたいという方は、モンベル公式ホームページのファクトリーアウトレットを覗いてみてはいかがでしょうか。片落ち品が思わぬ価格で購入できることもあります。